はい、スクールで PHP とララベルを学んでシンフォニーの会社に就職してみたというタイトルで登壇させていただきます。よろしくお願いいたします。まずこの発表についてなんですけれども、スクールに関してマイナスな声というのを僕自身もよく耳にしますが、実際どんな内容を学習してどう私が感じたかというところを体験談からお話しさせていただければと思います。はい、まず自己紹介させてください。株式会社カルテットコミュニケーションズの北村と申します。今年の5月にカルテットコミュニケーションズに入社いたしました。現在は研修を経てシンフォニーアプリケーションの改修や追加機能の実装に携わっております。でまだ PHP 歴この通りひよっこなんですけれども、温かい目で見ていただければと思います。はい、では早速本題に入らせていただきます。まず簡単にスクールでの学習内容についてお話しいたします。スクールでの学習内容は大きく3つに分けられます。1つ目が教材で HTML や CSS、PHP の基礎構文であったりとか、あとフレームワークの基礎学習を行いました。でその後2つ目にララベルで教材通りの記事投稿サイトっていうものを作成いたしました。で実際にこの2つ目のところでララベルを触りながら覚えていくっていうような形をとっておりました。で3つ目最後ですね、オリジナルウェブアプリを設計から行ってララベルで作成するというものが大まかな流れになっております。でまあ、ざっくり分けるとこの3つを3ヶ月でやりきるというような内容でした。で次に実際この内容を受講後、まあ、実務を通して感じたスクールのメリットデメリットっていうところのお話をさせていただければと思います。でまずはメリットなんですけれども、3つピックアップさせていただきました。1つ目が、まあ、まずこれ当たり前のことなんですけれども、まあ、短期間で基礎の知識が広く浅く得られたという点です。で2つ目が経験のなかったテキストでの質問に慣れることができたという点ですね。これはスクールによってちょっと異なってくるとは思うんですけれども、私の場合は、テキストでの質問とあとオンラインでの質問、この2つの方法で質問ができました。で割合でいうと正直8対2ぐらいでオンラインをしていたんですけれども、まあ、今実際実務を通してみて分からないところであったりとか疑問点っていうところをリモート勤務しているメンバーに質問する際に生きているなというふうに今感じております。で最後3つ目なんですけれども、コードの可読性に意識を向ける癖ができたという点ですね。まあ、個人的にスクールではインデントであったりとか命名規則であったりとかあとコメントアウトとか、まあ、本当に未経験でも可読性を上げられることを指摘されるということが多かったのかなと私は感じております。まあ、なのでその時々のレベルに合った最善のコードを書くように意識するっていう癖ができたのかなと感じております。でまだ他にメリットはいろいろあるんですけれども、まあ、大きくピックアップするとこんな感じかなのかなと思っております。で次にデメリットなんですけれども、私自身特にデメリットはなかったのかなと思っております。まあ、ただこれは実務を通してでの話であって、実務を通さないと本当に金額がすごいかかるっていうところがあったので、これさえなければよかったなと思っております。であとこれはちょっとスクールに通った側ではなくて企業側から見るとデメリットなのかなと感じたことなんですけれども、私が転職活動中によく聞かれた質問で、スクールで学習している言語であったりフレームワークと自社で使っている言語フレームワークが違いますが、実際のところどういうふうにお考えですかっていう質問が本当によくありました。で私は拾っていただいた会社が PHP を使っておるいますが、フレームワークだとララベルではなくてシンフォニーを使っております。でこれに関して個人的に思うことは、思っていたほど障害になっていないのかなというのが率直な感想です。と言いますのも、学んでいた内容が、PHP であれば変数とかクラスとか、if 文繰り返し文とか本当に基礎的なもので、フレームワークであれば MVC の概念であったりとか他の言語とかフレームワークにも応用が効くようなものなのかなと個人的に思っています。なので企業側から見た場合は、学習コストであったりとかそういうものを考えるとデメリットに感じるのかなと思うんですけれども、私個人はデメリットにはなっていないのかなと感じております。で話が少しそれたんですけれども、これらのメリットデメリットを総じて、私はスクールへ行ってよかったなというふうに今は感じております。で最後にすみません、弊社のご紹介させてください。弊社カルテットコミュニケーションズはエンジニアデザイナーを大募集しております。
興味のある方はこちらのリンクを覗いてみてください。以上になります。ご清聴ありがとうございました。